山陽新幹線や吉井川を望める国道2号沿い、レストランや温浴施設を持つ瀬戸内市長船町のドライブイン長船サービスエリアです。レストランは午前11時のオープンとともに客で満席の状態に。箱入りのランチボックスなど特別に復活させた1980年代の人気メニューに次々と注文が入りました。私の青春時代なんで今日必ず食べようと美味しくいただいております。五目ラーメンはすごい有名だったので、はい、最後に食べとこうかな。ちょっとあっさりタイプなんだけど、それがいいです。お墓参りのついでにいつも寄らさせてもらうんですけど、寂しいですね。この施設は車社会が幕を開けた1964年4月に全国で2番目に誕生。瀬戸大橋などができた1980年代には利用客が大幅に伸びました。昭和の外観を残しつつ改装を重ねてきましたが、老朽化により今日で閉館となりました。こちらはこうした大迫力の鉄道ジオラマを見ながら食事ができることでも有名で、もともとここは有料席なんですが、最終営業に合わせて無料で開放していて、多くの人でにぎわっています。昭和に開業した山陽新幹線と鉄道ジオラマの共演、それを楽しみながらの食事は今も子どもたちの好奇心をくすぐっています。新幹線でかっこいいですよ。近くにキャンプに来たんですけど、それでここ見つけて、で子ども電車好きなんで、もう絶対来たいってすごい楽しいもっと新幹線が見えたり、あとNゲージもなんか大きくなったり、なんかいっぱいなんかやってほしい。この連休中は通常の2倍以上の客が訪れる人気ぶりで、施設は再オープンの検討を始めています。長年愛されてこられたお店ということで、地元の方たちにもたくさん来ていただきまして、感無量ということで、しばらくの間休業いたしますので、最後の思い出を残していって、また次回新しいお店を楽しみにしていただけたらと思います。レストランの営業はこの後午後8時半まで。昭和から愛された岡山の名店が有終の美を飾ります。